皆さんおはようございます。もちろん起きれますよね。てんちゃんはーい！ありがとうございます。よみんなおはようございます。おお、この時間まで起きてたぽよ。逆強大丈夫？寝てね。まあ、この配信が終わってから配信が終わってから寝てください。 はいもちろん起きてますぴったりちゃんとこう時間を見ながらやってましたよおはようございますはいごはですごははまだ食べてないので今からたい焼き食べますもうたい焼き食べたすぎてまだです 何分前に起きたの ?1 時間前に起きてます。さすがにね。おはようございます。池田千奈さん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。朝に仕事終わり2時間だけ寝た。わお。ハードスケジュールですね、皆さんも。 配信見るために出勤を遅らせたマジいいのそれありがとうございますでもそう普通にたい焼きとか足りひんねんけど一旦たい焼き食べますね配信ではそれだけあとで普通に食べますまた そう後ろの文字をね書き換えましてちょっとピンクは見にくくてあれやなと思ったんで書き換えましたとね配信今日は2回目なので何かシールをもう1個貼りたいと思います私はライオンが好きなのでライオンにしますこれにしますね 全然何何のシール貼ってるか見えへんね早起きするのは大丈夫ですか大丈夫ですそう今たい焼きのイベントやってるからですやっぱ私は顔からですようん 朝はね私ほんとしっかりで朝からカツ丼とかいけちゃう人なんですよそうおはようございます今から仕事いや行ってきます行ってらっしゃいありがとうございますてんちゃんのルーム見るために朝の用意めっちゃ急いだよえー、マジでありがとうさあ朝からやっぱ顔からですよ あと20分くらいで出勤わーありがとうございます忙しい時に中身はあんこですそうです若たんが真ん中くらいにおるえ若たんいんのええ若たんほんまに

まあ、来てくれてんの若たん配信見に来たよやってありがとう <laughs> マジ嬉しいたいやき食べてた普通に若たんもう来たんやそうです後半後半っていうか夜は夜じゃないわ夕方の5時から5時半は若たん青バラ若ちゃんが配信するので皆さんそこも要チェックでした要チェックですおはようございます そういえば MC で焼いてなんぼって言ってましたが日傘とかし,しないんですかしないです <laughs> 普通に朝練から帰ってきたよあお疲れ様です朝練かすごいなもう場面気になってるえー、気になってるでしょう見てみてくださいもう集ければ今日は 寝起きは気温悪くなさそう気悪くないですね起きははい僕は半分に割ってお腹から食べるかな私は顔から食べてますんうん <laughs> うんうんうん。モラッチです。もうまま変身したよ。見ましたありがとうございます。ミラーボールもありがとうございますうん。ありがとうございます。そうですね。たやき食べる前に歯磨きしな。寝てる間にたまった雑菌を一緒に。もう磨いてますよ、歯磨き。 もうもう,もう磨いてますはいえっ、ー、と今日は、ま、自己紹介兼ねていろいろあ,ありがとうございますそうあまだまだありがとうございますちょっと待って誰が送ってくれてるんだろうノブさんありがとうございます レイさんありがとうございます。わたっちさん、だいぞうさん、びびべべさん、のぶさん、たいやきいっぱいありがとうございます。かずのぶさん、だるまありがとうございます。みなさんありがとうございます。くにやんもだるまありがとうございます。みなさんありがとうございます、朝から。 で今日は自己紹介も兼ねつつ、あの、いろんなことを話ししていきたいと思います。あ、皆さん、もちろん、ハンになったら教えてくださいね。ハンちゃんは。7時。いや、7時前から教えてほしいかもしれんけど。あ、アミちゃん、おはよう。アミが来たよ、皆さん。アミおはよう。アミちゃーん、おはよう。おはようね。わー。 天奈の配信終わったら終わってから3度にしそうどれどんな若 <laughs> たん寝たあかんでまだおるんかな分からんけどテンちゃんおはよう今仕事終わったお疲れ様ですおはようございますありがとうございます来てもらってあお妻さんお誕生日おめでとうございますもちろん覚えてましたもちろんコメントしてくれるのを待ってました お誕生日おめでとうございますほのぴーとてんなで m 1出てほしい芸人芸人かなてんなたちはもはやんな推しの特典ありますかええー、いろんな私が見れるですはいおはようございます はい。はいしか言ってない。ちょっと待って。え、ゆかたんゆかたん来たんおはよう。ゆ <laughs> かたんおはよう。おはよう。もうありがとうみんな。え、嬉しい。普通に。みんな来てくれんのやさやな。普通に。ありがとうございます。やさ。ありがとうございます。 めっちゃ嬉しいねんけどちょ朝からあげやわちょっとあんまこう映っちゃうかな二人で星見てるなあこれ見てくれてんの二人で青ら姉妹で何それかわいいかわいすぎん空間かわいいえぐいなありがとうえー、ちょっとそう言われると少し照れるがちょっと待って え何何、何しよう何しようなんかもう改まると何をしたらいいのかが逆に分からなくなってきちゃってそう自己紹介といってもま,まあまあ皆さん知ってる方が多いじゃないですか私のこと。なので。 自己紹介そう自己紹介をしていきたいんですけどまあまず NMB48 窮期研究生てんなこと池田てんなですキャッチフレーズしてみてはまあ確かにやっときますわちょ皆さんあれ言ってくださいねえー、いきます今日もみんないけてんな100点笑顔のってんな みーなてんなにー惚れてんなー。ありがとうございます。兵庫県出身、高校3年生、17歳。てんなこと池田てんなです。よろしくお願いします。イェーイ、てんなー。ですねー。惚れてるよーや、やったみかわいい。あみちゃんかわいいねー。 今日のほくろ、は、あ、今日ほくろごめんなさい。学校なんで私も今からね。はい。さすがに書けないので。皆さんありがとうございます。ちょっと待って。キラララーンって、それ、ったんやからな。ってなのはないんですね。それつけたいんやけど。ありがとうございます。キャッチフレーズほんま好き。ほんまいいかなこれ。嬉しい。ありがとうございます。はい。えー、私の、 特技は、えー、親指がひっくり返ることとあとはメイクとけん玉と鉄棒とかマットとかそういうとび箱とかそういうのが得意です。サーフィンは顔だけです。 あ、服もえー、好きなものは好きなものっていうか、好きなことはえっ、ー、と。あ、待って即興川流も得意です。あぶのめっちゃ忘れてました。ありがとうございます。即興川流も得意です。あとは好きなことはえっ、ー、と服をコーディネートしたり、あのいろんな系統の服を着て。 出かけることですスキースノボはできないまでやったことないんですけどスキーは得意です最近使ってるおすすめのメイクのメイクアイテムは何ですかええー、むずなんやろうああ、マスカラかなマスカラのメイベリンの 新作のマスカラがあるんですけど、それが得意です。得意じゃないわ。<laughs> これが好きです。最近めちゃくちゃ。泳がれへん。そうです。顔は泳げそうなんですけど、全く泳げなくて、はい。と純日本人です。足の指で物をつかめます。そうなんか指系が多分柔らかくて。 はい即興川柳は黒歴史いや黒歴史でもないですよ全然全然いける天ナのファッション好きほんまに嬉しい朝の川柳お願いします朝の川柳分かりました、えー、ちょっと待ってくださいね えちょっと待ってくださいねえー、OK ですいきます朝早くたい焼き食べて幸せだありがとうございますはいそう結構川柳は で,すできますかつあげは趣味ですかなわけないでしょうなわけないでしょうにファッションおしゃれ系が好きなんでねそうです NFB 休憩頑張ってんなありがとうございますああミラーボールありがとうございますありがとうございますスケボーできそうスケボーもねやってみたいですけどねいつかあのはいめちゃめちゃ 今から会社全国の人に一言ください。頑張りましょう今日も一日、はい。頑張りましょう、もちろん。パウパトとマロンクリームの推し活。ああ、もちろんそれもですね。もちろん,、うん。パウパトのポーチがあります。マロンクリームはね、もうほんと推しなんで。川柳です。機械体操とかやったら、そう。なんか。 緩めな体操をあの小さい時にやっててそれで得意なんですよマジで泳げないですよほんまに尋常じゃないほどあの水に顔つけるのもあんま好きじゃないんで体も柔らかいのあ体硬いですねここだけの話ジグソジグソーパズル好きえこういうあの細かいやつは私無理なんですよできなくてなんか当てはまんなくて最後まで そう、あミラボールありがとうございます。いやーキラキラがいいです。好きなキャラはある。うんレレとえっ、ー、とマロンクリームとえー、ペックルが好きです。はい。吸気生の中だと何キャラですか？えー、何キャラ？何キャラやと思いますか皆さん。 ごめんなさいね結構考えちゃいましたちょっと朝なんでねそう「キュキのおしゃれ番長だ」って聞きましたよえー、そんなことないない <laughs> 持ちネタはごめんなさいあう持ちネタじゃないのよ別に全然おおあ皆さん優しいありがとうございます 絶妙な即興クオリティでもできてるできてるでしょできてたらいいんですよ正直 <laughs> はいありがとうございます皆さん指の関節鳴らせれるそれ鳴らせれないんですよねなんか指太くなるみたいなの聞いて鳴らしてないですけど普通にならないです鳴らそうと思ってもぶっちゃけでもいいですかもう目覚めましたね余裕でありがとうございます 幸せだ言いがちだ幸せっていう言葉はねあの口に出していかないとね、はい、好きなものを食べると幸せになりますよねなりますね10点なんで100点でしょ10点満点ならまだしも現場にあ職場に到着、えー、えっとバースデーも楽しんだ一日にしてください 朝からてんちゃんの配信見てサチだよありがとうマジサチ朝からカレーいけるえ余裕マジで余裕熊ははい即興五七五にしようまあ五七五はいそうよね正直どちらでも進撃はどってどこですかかわいいまあそうですねあの西ゆまちゃんのツイッター お話し会の時のやつでちょっと声だけ歌わせてもらいましたけど「親指腕につく」あこれちょこれはちょっとな痛いですバク転はできないですねはいあミラボールありがとうございます皆さんありがとうございます それ、ね、網にね柔軟に、ね、ならないといけないですけどちょっとなんかしたいので私の配信ではなんかこういう三角に切ったものにあの毎度毎度絵を絵か何か文字でも何でもいいんですけど書いていって最後にはなんかいっぱいつなげれたらなと思うので。 書いていてきたいと思いますじゃあまずは一番最初なんで私のペンライトカラーの紫と青を使って書いていきたいと思いますえ何描いてほしいですか逆に皆さんは私えー、別に苦手でも得意でもないんですけど 何何かかいい案があれば飛び箱何段飛びますか今は分かんないですけど最高は12段飛びましたよそうパズル苦手そう苦手なんかな着てるのはてんちゃんデザインの T シャツそうです私がデザインした T シャツです結構かわいいと思ってます ペックルってなんだっけサンリオのキャラクターです。ビジュアル担当でしょ知らんけど、いやいや,いやみんなですわ、それ言ったら。ファッション、おしゃれ番長。ああ、それいいね。嬉しい。ちょ、それ目指します。ただの容じゃないよ。いや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 。スポーティーキャラ。スポーティーほ、うんまに そうですか、皆さんありがとうございます。えくぼ、そう、こっちに。きも笑い方、なんかここ、ここ、こっちじゃなくて、ここにできるんですよ。<laughs> こっちに欲しいねんですけどね。教育では、テンナが一番面白いよ。いや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 、ほんまですか、ちょっと、き磨きます。そうですね。人狼は強い。 私ね人狼ねどうなんですかねけど多分強いと思います自信はあります DIY とかしてそうあ DIY めっちゃ好きですよなんか組み立てたりするのめちゃくちゃ好きなんですよねちょっと絵描いていきたいな何にしよっかなまず日付描きますわチャチャラチャラ え今日は6月今日13日火曜日この企画で何をアピールしたいのですか、えっと このハッシュタグナンバー新しい夜明け大作戦っていうのを今やってて朝の6時半から7時のこの30分間の配信とえっと夕方の5時から5時半の1本の配信を9期生みんなで順々に回していって配信をしていくっていうのをやってるんですけどそれが昨日からやっていてで9期の目標が たくさんの方に吸気制のことを知ってもらうなのでえっとこの配信を通していろんな方に見ていただいてあの少しでも気になってもらえたらなと思って配信をやってます朝からオムライス食べた朝から食べたことあるあるある全然あるで全然ある全然ある6時50分になったよえやばいやばいやばいマジ えっ、ー、あか三十分で早はない早いね。やばいな。ちょっと待ってください。本当にやばいですね。ちょっと一回一番上までいきます。五十四分。え待って待って待って。やばいやばい。普通にやばい。ちょっと待って喋りすぎた。あかんかん。普通の配信みたいになってた。あかん。ちょっと待って。どうしようどうしようどうしよう。え待って待って今日は。え何かこう何かこう何かこう。え待って待って。やばいやばいやばい。ほんまにやばい。え待って。えなんかなんか書いとこう。あシール貼ってしたしライオン書きます。一回。 一回ライオン描きますねここに。えー、ライオンってどんな感じやろうか。ライオン好きなんやけど。 ライオンってヒゲありますっけライオンってヒゲないんかいやあるな猫かやもんなえー、ライオン私のファンネームが「てんちゃんズー」って言って動物園なので動物を描きました私の出来作 ライオンですどうですかはいちょっと待ってくださいねほんまにやばいやばいほんまにいつもあの長々とやっちゃうのでこれやばいですねちょっとしょっぱなからごめんなさいね申し訳ないですひげあるよねやばいね書きましたどうでしたちょっと待ってください待ってえー、っと、ま、えハ、ー、何,何でした指ハートです 待ってくださいね何やったらいいんやろえっとちょっとあの頭が待ってなくてごめんなさいやばいえとりあえず1回壇上読みします時間があれなのでじゃあ13位からいきます13位雄大さんありがとうございます12位岡ちゃんありがとうございます 11位通夜さんありがとうございます。えー、待ってランキングが変わっちゃった。待ってくださいね。えっと。9位原初のクロさんありがとうございます。8位。しまこさんありがとうございます。7位誠、ま、くんありがとうございます。えー、6位ジュリアちゃんありがとうございます。 5位俊太くんありがとうございます4位和信さんありがとうございます3位マヤ、ま、ちゃんありがとうございます2位ハットのおっさんありがとうございます1位信さんありがとうございます皆さん朝から本当にありがとうございました星集めときゃよかったいやいやいやまたぜひ来てみてくださいありがとうございます本当にちょっとごめんなさいねなかなか うまくできなくて申し訳ないんですけど夕方は若たん青原若ちゃんが配信をするので皆さんぜひ遊びに行ってみてくださいお願いしますえー、スクショタイムはいありがとうございました皆さん本当にちょっとなかなか上手にできなくて本当に申し訳ないんですけど ちょっと手探りなんですけど、ちょっとやっていくので、また遊びに来てくれると嬉しいです。はい。私は学校に行ってきます <laughs>。えー、うまいありがとう。うまいライオンです。ちょっとまだたい焼きもあの頭しかかじってないので、また食べ続き食べたいと思います。 皆さんまたねあのー、この配信世代ちょ間違えた,ハッシュタグあた「ナンバー新しい夜明け大作戦」の配信では個人の良さもたくさん引き出せるような配信をしてい,きたい,していけたらなと思っているので、あのー、メイク配信だったりとか、あのー、いろんな特技とか についてもいろいろやっていけたらと思ってるのでまたぜひ来てください待ってます本当にありがとうございましたちょっと本当にうまくできなくてすいませんなかなかありがとうございます皆さん皆さんも学校行ってきて学校じゃないよ。<laughs> 学校行くのは私です皆さんもあのお仕事やったりとかいろいろやらなあかんこととかあると思うんですけど頑張ってくださいありがとうございます 私もすごく皆さんにパワーをもらいました朝からありがとうございます本当にはい,いみんなも皆さんも行ってみて行ってくださいっ <laughs> 行ってください行ってきてください行ってらっしゃいありがとうございます本当に <laughs> 今って何時ですかね <laughs> わお7時ありがとうございます 皆さんありがとうございます。本当に。ごめんなさい朝からほんとグダグダで申し訳ないんですけどあのまた来てください。<laughs> 本当にありがとうございました。皆さんも今日を一日頑張りましょう。ではえっ、ーえー、と朝のナンバー新しい夜明け大作戦の配信はこれで終わりたいと思います。 夕方は若旦が5時から5時半まで配信をするのでぜひレッツゴーしてくださいではバイバーイ